株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大。ヤクルト 8-7 巨人、15日神宮球場高津ヤクルトが乱打戦を制した。これはデモ音声です。貯金を今季最多の24とし、優勝マジックを6とした。株式会社 AI によるデモ音声です。両軍で7発が飛び交う本塁打合戦になったが、オスナ&サンタナの助っ人コンビが大発する。株式会社 AI によるデモ音声です。サンタナが2000連発&1試合2発の4安打3打点と結果を示せば、オスナが決勝13号スリーランで試合を決めた。株式会社 AI によるデモ音声です。試合後の高津監督はオスナについていろいろと悩んでいると思うし、スイングも自分らしさがなかったんだけど、あの打席は彼らしいスイングができた。株式会社 AI によるデモ音声です。あの一振りはみんなが盛り上がる一発だったと思いますと目尻を下げた。